レムでハポナセセンコアニオス、アシケヨノブロスパニオレンセンコアニオス。だから、もう、水間桜役、天木サリーです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、天木サリーです。私のプロフィールに日本語と英語とあとスペイン語も話せるって書いてあるんですね。なんですけど実際問題そのテストとか取ったことないのでどれほどスペイン語が話せるかわからないんですよ。なのでどれほど話せるんですかって聞かれるといつも結構日常会話レベルですって答えるんですけど、人見知りの日常会話だからねと思って、本当になんか私のレベルを簡単に説明すると、これが私ね。Hola, Sally. Hola. ¿Dónde está tu madre? Creo que ella está en el mercado. ¿Cuándo va a volver? 30 o 40 minutos. Gracias. ¿Qué tal la escuela? No me gusta. ¿Por qué? Tú sabes que yo no tengo amigos. みたいな感じの、とりあえずだからどのレベル話せるか具体的に言えるようにスペイン語検定を取ろうと思って、何級とかも分かんないから5級から取ろうかなと思って、このスペイン語検定5級6級をね買ってみたの。そしたら中身が全部日本語なの。I'm trying to take my third language test in my second language. Just humans only use 10% of their brain. Like, I can't do this. 現在形を現在分詞に変えなさいみたいな感じで書いてあるの。現在分詞って何って、いろんな人にね、スタッフさんにもスペイン語検定受けますって言ったし、お母さんとか友達にも私スペイン語検定受けるよって言ったけど、多分無理だって、日本語がまず分かんないんだもん。なんか教科書届く前にいろんな人に言っちゃったの。もうそれじゃダメだから、ちゃんと動画にしてスペイン語検定とりあえず取りますみたいな感じの宣言しといた方がいいかなと思って動画回してるんですけど、なんか本当にスペイン語検定のテストのやつでこの日本語の量おかしくない？この教科書を書いた人が青と誠一さん、1970年生。すんごい留年するじゃん。変えなさいってさ、なんか変えてくださいなら、わかんないよ。